なんかめちゃくちゃ退治しづら。これまでのあらすじ。魔王を倒す旅の途中、アイヌたちが訪れたホムラの里では化け物の噂が広まっていた。巫女ヤヤクからこのままでは火の神の儀式ができないと化け物退治を頼まれたアイヌたちは、化け物が出たという日の木火山へと向かうのであった。よくぞ戻られたアイヌ殿。おう神よ、この者たちに聖なるご加護にならんことを。ってことで、日の乃木火山に向かわんといかんのよね。日の乃木火山、日の乃木火山。とりあえずそれがどこかがちょっと。日の乃木火山。あ、なるほど、あそこね。とりあえずこの辺には馬はないのか。なるほど。じゃあとりあえず普通に走っていきますか。じゃあなんか出てすぐにギガンテスがおるとかちょっとビビるんやけど。さあやってきたよ。めっちゃなんか何これ、霧超奥も、なんかめっちゃ濃くなってきたことない。立ち去れ立ち去れ化け物。おー、立ち去るのだ。でもなんかめっちゃ変じゃない。なんか変じゃない。出たの化け物前、このグレイグが成敗してくれる。なんかすごい作り物感が半端ないんやけど。我は火の神の化身になるぞ。その腹渡、八つ裂きにされたくなくば、早々に引き返せ。絶対これ中に人入っとるって。里の人をいじめる悪い魔物ちゃんは、私たちが懲らしめてあげるわ。さあ、確保しなさい。ほら、だって動きがなんか何人か中に入っとる風やない？何？一体どうしたのかしら？でもこんなんすぐ気づきそうやけど。兄ちゃん、この人たち全然逃げないよ。どうしよう。あ、これもしかして、あ、この兄弟じゃない？違う？バカ、喋っちゃダメだろ。怖がって逃げていくように、ちゃんと化け物になりきるんだよ。ね、無理だから。もう無理だから。ほら、なんか、何かしら兄弟入ってるって。うわ！こんな子たちやったっけ？覚えてないや。いてて、バカ、さっきのせいだぞ。この人たちに見つかったじゃないか。違うもん。手羽兄ちゃんがちゃんとさっきのこと支えてくれないからだもん。手羽先や、手羽先。じゃ、上に女の子が乗っ取ったってこと？あら、びっくり。怖い化け物がこんな可愛い子たちだったなんて。いたずら？何か目的があったんやと思うけどね、多分。お前たちは里の者か？何故化け物のふりなどしていたんだ？この先に何かあるってこと？だって、オイラたちヤヤク様に儀式をやらせるわけにいかないんだよ。何、どうして？あのね、儀式をね、止めないとね、大変なことになるんだよ。どうした？何がある？何か訳があるようじゃな。アイナよ、ひとまずこの子たちの話を聞いてみんか。聞くよ。あんちゃんたち、オイラたちの話を聞いてくれるのかい？ねえ、兄ちゃん。アイナさんたちなら、サキたちのお手伝いしてくれるかも。そうだな。あんちゃんたちなら腕っぷしも強そうだし、一緒に来てくれたら心強いや。やっぱなんかあるんや、一緒に。この先に、オイラたちの秘密基地があるんだ。詳しいことはそこで話すよ。先に行ってるから絶対に来てね。来てね。かわいい。かわいい。そして女の子の髪型がどういう風になったのか気になる。抜け殻がない。抜け殻がなくなっとるよ。誰か持ち去ったんですかね。でも誰もなんかね、感情的に子供たちを叱り飛ばさない。いやー、良きだね。どこ？こっち？この先？いや、行けない。あ、ここか。これ秘密基地。おー。お母さんもおった。家族で住んどんや。待ってて、ワンちゃんたち。早速来てくれたんだね。この方たちが、さっき話してくれた人たちなの？さっきっていうほど前でもない気がするけど。うん。アイナのアンちゃんさ。あんちゃんたち、オイラたちの話を聞いてくれるんだって。先ほど、里の儀式をさせないために化け物のふりをしていたと言っていたな。その訳を聞かせてもらおうか。
儀式をしないとみんなが困るのは分かってる。でもダメなんだ。だって儀式をしたら母ちゃんが火の神様に捧げる生贄として火山に落とされちゃうんだよ。やっぱり人なの？怖っ。マジ、それはダメだろ。生贄ですって？儀式ってそんな物騒なままだったの？ある日、ややく様がオイルたちを集めて行ったんだ。我らは火の神の怒りに触れた。捧げ物をしなくては火山が噴火し、里は火の海になるだろうって。初めは大根とかお芋をあげたの。でも、急にお日様が出なくなって、食べ物がそれたらくなっちゃったんだ。そうか。魔王誕生の余波がこんな遠くの地にまで。ややく様は里を守るため、火の神様に捧げ物を絶やさぬようにと、人間を生贄に捧げると宣言しました。じゃあ今回が初めての人間の生贄ってこと？それが、このおばちゃん？誰が生贄としてふさわしいか。ややく様は火の神様の信託を受けて、そして、私が選ばれました。生贄に選ばれた母ちゃんを、日の縫い火山へ行かせないように、おいら必死に考えて、それで、そうか。だからあんなことをして、お前たちなりに母親も持っていたのか。めっちゃいい話、めっちゃいい子たち。私の死が里のためになるのなら、生贄になる覚悟はできています。だけどこの子たちが、ダメでしょう。そんなこと言うなよ、母ちゃん。里のためとか、おいらにはわかんないけど、母ちゃんが死ぬのは絶対嫌だ。ほんとよ、こんな小さい子たち残してね。この間の夜、母ちゃんが儀式以外立ち入りを禁じられた火山に、ややく様が一人登るのを見たんだって。そのことをややく様に言ったら、母ちゃんは生贄に選ばれちゃったんだ。まるで見られたことを言わせないように。化け物なんじゃない、ややく様、実は。実は、日の縫い火山には絶対何か秘密がある。それを暴いて母ちゃんを助けたいんだ。でも、オイラだけで行くのは無理だから。じゃあそこに一緒に行けと。そういうことであったか。ではその日の出火山とやらに一つ様子を見に行ってみようかの。ほんと？ありがとう。あんちゃんたちがいれば100人力だ。これで火山の奥まで調べられるよ。あ、この先？この秘密基地の奥に日の出火山に続いてる道があるんだ。そこから火山の中に入ってみよう。手前の方は調べたんかな。よく行けたね。ややく様の秘密を暴くなんて、こんな勝手なことが里の誰かに知られたら、たらで済むはずがありませんわ。テバは一度言ったら聞かない子です。どうかうちの子が危ない目に遭わないよう、日の縫い火山まで付き添ってあげてください。それでここに隠れとんやな。さっきね、母ちゃんとお別れするなんて絶対嫌なの。だから母ちゃんを助けてあげて。助けるよ。きっと何かしら、でも火山の秘密って何やろね。どういう、自分で上がらんといかんかった。毎回忘れる。火山の秘密。それが分かったら、生贄を捧げるに済むんかな。日の乃木火山裏道。びっくりした。めっちゃびっくりすんやん。さっきから何かしらあるなって思うより、これも多分できないよね。びっくりする。ちょっと落ちてこないで。あれ上から降ってきよるよね。うわ、びっくり。何かとびっくり、とりあえず火山に化け物はいなかった。でも、ここ行き止まりじゃない？違う？この先あるの？ちゃんと。あ、あるんか。ある？ないやん。あ、ここが終着ということですか？ややく様はどこにおったんやろ？ここ？ここで行き止まりみたいだ。他に道なんてなかったし。なんだよ、何もないじゃないか。ここで化け物にアイオンやない、ややく様が。残念だったわね、テパちゃん。溶岩の火でミディアムレアに焼かれる前に早くここから出ま。これでなんか人間を捧げる約束をしとるとかそういう感じじゃない？なんじゃこの地響きは。一体何が起こったんじゃ。おー、ほらなんか来たよ。地面の下から声が。あんちゃん、この下に何かいるよ。そこには、あ、ドンって突き落とされる。お、もしかしてなんか怪我しとったりとかする？そういうことではない。あ、違う。
なんか怪我をしとるこの子のお世話をしに来よるっていうそういうことではない。あれは人食い狩竜だ。あれが人食い狩竜。しかし狩竜はヤヤクとの倒したはずではなかったのか。かわいそうって思ったってこと？ヤヤク様はこれを隠してたんだ。人食い狩竜を退治できなかったからこうやって隠してみんなを騙してたんだ。母ちゃんが生贄になるのも全部こいつのせいか。こうしていられない。早くみんなにこのことを教えなきゃ。アンちゃん一旦里に戻ろう。でもこういう時にね、この世界にのカメラとかがあったらパシャって写真撮って、ほら人食い狩り生きてたよみたいな、なんか証拠みたいな感じにできるのにね。ヤヤク様とハリマ様が倒したはずの人食い狩りがまだ生きていたんですか。だとしたらホムラの里が危ないわ。私はここから動くわけにいかないから、狩りのことみんなに伝えてくださいな。危なくはなさそうやったけどな。悪い狩りが生きていたって、それどういうこと。ヤヤク様嘘つきだったの。さっきここでいい子にしてるから、ヤヤク様から本当のこと聞いてきてほしいな。ちょっと行ってくるね。そっか、この先もなんか続いとんやっけ。この辺からルーラしてもいい。ホムラの里。はい、着いた。さあこれでちょっとヤヤク様にお話を聞きに行かねばね。ヤヤク様どこやった？こっちか。こっちがヤヤク様か。なんか村入って左手って言ったよね。確か。なんかあの一番最初の時に、あ、ここや、ここや。ややくさまー。これで私らが生贄に選ばれたりとか、そんなことはしないですか？秘密を知ってしまった。てか、あのおばさん結局、カリュウが生きとったことも全然知らんかったやん。ね、まあ、立ち入り禁止のとこに入ってることを見られた時点でダメなんかもしれんけど。ほらほら。大変だ、大変だよ。なんだ手羽創造し、今大事な祈りの儀式の最中だぞ。そんなことしてる場合じゃないよ。カリュウが、人食いカリュウが生きていたんだよ。お、何を言っておるんじゃ。人食いカリュウはヤヤク様が退治してくださったんじゃろうが。人食いカリュウは死んでないんだ。火の酔い火山の奥に隠れてるんだ。おいらこの目で見たから間違いない。貴様まさか日の根火山に入ったのか。化け物がいるのに一体どうやって。もう山道に化け物なんて出ないよ。だってその化け物はこのオイラだったんだから。なんだと。オイラが化け物のふりをして生贄をさらったのさ。儀式なんてさせないためにね。貴様分かっているのか。儀式をせれば火の神の怒りに触れ、里は火の海になるんだぞ。うるさいこの嘘つき。今の映像の英雄ぶって里の人たちを騙してたくせに。まあね、そうなりますよね。あんたはカリオを倒さなかったんだ。だから自分だけ助かるために里のみんなをカリオに売ったんだろ。火の神様が怒ってるなんて嘘っぱちさ。生贄に選ばれた人は人食いカリオに餌になって食べられるんだ。私もそう思う。そうだよ、カリオとの戦いであんただけ助かったのも、一緒に戦ったハリマ様をカリオの生贄にしたからじゃないのか。黙れ小僧、貴様ごときに何がわかる。それは一体どういう感情。うわぁ、泣き出してしまったやん。一体どういうことだ。ヤヤク様は人食い狩りを倒したんじゃなかったのか。もし狩りが本当に生きていたら、私たちみんな食べられちゃうわ。そんなの絶対に嫌よ。ここで信頼が。静まれ、皆の衆。案ずるな。人食い狩りは我が息子、ハリマが確実に仕留めた。カリーと差し違え、ハリマは死んだのだ。ここまで来てまだ嘘をつく。じゃあみんなで見に行けばいいやんね。小僧、よくも邪魔してくれたな。貴様がしていることは火の神への冒涜。このままでは里は神の裁きを受けるだろう。隠している貴様の母親の居場所を言え。さすればすぐに生贄の儀式を行い、私が火の神の怒りを鎮めてみせよう。嫌だね。誰がお前なんかに渡すもんか。母ちゃんは絶対に渡さないぞ。
完璧に八役様の方が悪なんですけど。お、ほら、泣きよりやん。なんだ今の音は。まさか。もしかして。こうしていられない。さあ、あんちゃん、俺たちも外に行ってみよう。カリュウが暴れだした？外に出てきたっぽい感じするよね。え、待って、みんな避難するの早くない？いや、その辺の人に話聞こうと思ったのに。あ、元気やん、全然。人食いカリュウだ。人食いカリュウが出たぞ。でも、これで、テバの言うことの方が本当って分かったやんね、みんな。ほら、ヤヤク様は嘘つきよ。ケルベロスみたいな顔してる。あれは、火山で見たカリュウ。やっぱり里を襲いに来たんだ。どうなん、この子のことをやっぱ可愛がっとる感じなん。ひるむな、皆の者。あの邪悪なる炎の化身から里を守るのだ。よし、放て。あー、なんか痛そう。目にいった、違う。よし、もう一発。あ、やめよ、やめてくれ。どうかこの狩りを殺してくれるな。人食いではないってことなんかな。ヤヤク様、ペットみたいな感じ。分かっているわ。お腹が空いているのね。さあ、この私を。だからもう里の人は、人食いは人食いなんや。いや、そこでさ、自分が食べられたところでよ。この後、食べられるやろ、周り。キャー、ヤヤク様が人食いカリュウに食べられた。え、食べたの？なんと、ヤヤク様が食べられてしまうとは。おのれ、ヤヤク様の仇。放て。ほら、どっちにしろ食われるし。食われる？違う。食われるじゃない。撃たれるし。このままじゃ、カリュウに里が壊されちゃう。てか、なんでヤヤク様はあの子を気に入っとったん？普通に食べられたやん。頼みよ、アンちゃん。あの人食い狩りを倒して。じゃないと、里が。本当は人食いじゃなかったとかさ、なんか、何かしら理由があったんかと思ったのに、全然食べられたやん。どうなん？なぜ気に入った？そう、ヤヤク様が。ヤヤク様が、だよ、ほんと。なんで人食い狩りが生きてるんだよ。くそ、全くわけわかんないぜ。最近火山の方から聞こえていた恐ろしい声の正体は人食いカリュウだったってわけか。そういうことなんすよ。あー、どうすりゃいいんだ。そんなガタいい感じなのにさ、行けよ。何喧嘩してんの、君ら。どいてよ。やめろ、死にたいのか。なんでこの子は行こうとしてんの。どいてったら、うちの子を探しに行かなきゃ。きっと一人で泣いてるわ。私は母親よ。あの子狩りに食べられたら私。なるほど。子供がこっちにいるってこと？さあ、私が。戦いましょう。戦うの、本当に。カリュウは人の血肉を欲して凶暴化しているようだ。油断するなよ、アイナ。戦うのか。これで戦わないっていう選択肢にしとったら、何かしら、なんか沈める方法があったとかそういうことではないよね。わからんけれど。強いんかな。でも結構ダメージ与えれとるよね、普通に。イエーイ、さらに攻撃力もアップ。セーニャ弱いから。セーニャめっちゃ弱いから。ヤヤク様は本当に食べられたの？別になんか何もなく。何の救いもなく。アモーレ。どうなん、その辺さ、なんなの、普通に悪いやつ。普通に悪いやつなの。何かしら、だってさ、ドラクエってね、何かしらこういう一個一個のストーリー、ちょっと感動系やったりとかするやん。ないん、そういうの。ただ単に自分の息子普通に食べられて、なんか知らんけど、ちょっとこの子気に入って可愛がっとって、で、
自分も普通に食べられて、何も感動する要素ないやん、そういう感じなの。ねえ、何かしらどんでん返しがあるんじゃないかなと私は思ったんだけど、え、でもなんかね、ホムラの里までやってきて、やっとなんか私が食べられてあげるからもう里のみんなはみたいな感じになったけど、これでさ、ずっとあの火山の奥に潜んだまんまやったら、普通に生贄捧げてったってことやろ、自分はのうのうと生きて。怖い、なんかいい人風みたいな感じやけど怖い。え、あっという間やったね。人食い狩りをやっつけたよ。でもヤヤク様は戻ってこないんでしょ。え、どっか行った、どっか行った。え、帰ってったよ火山に。結局倒せてないやん。いいのあれで。さすがあんちゃんだ。カリュウから里を救ってくれてありがとな。でも倒せてないよ、大丈夫？また来るんじゃない？みんなめっちゃこっち見よるけど。ヤヤク様が人食いカリュウに食べられてしまおうた。もうホムラの里は終わりじゃ。んでもあれなんやね、ヤヤク様が嘘をついとったこととか、カリュウを守ろうとしたことに対して責める人はおらんわけやね。ヤヤク様もハリムン様も亡くなって、これから一体誰がわしらをお守りくださるというのか。ヤヤクちゃん、どうして里を襲う人食い狩りをあんなに必死にかばったのかしら。そこよ、みんなを裏切ってた奴のことなんてオイラは知りたくもないよ。どうだっていいじゃないか、そんなこと。いや、気になる気になる。アンちゃん、それよりも早く逃げた人食い狩りを追わないと。ほっといたらまた里を襲いに来るよ。あ、終わりじゃないんやね。オイラたちが初めて会った場所覚えてる？あの山道の先にある山門を抜ければ人食い狩りにねぐらに行けるはずだよ。山門の鍵はヤヤクの次女が持ってるはず。ヤヤクの社に行ってみよう、あやんちゃん。人食い狩りの寝床、あのなんか上からん、こっちで合っとるっけ、合っとる、あ、合っとるね。あのなんか上から見下ろし寄った場所に、あの下のところに行けるってこと、直接。そういうことかな。とりあえず、え、さっきなんか、なんか空っぽになっとったけど、いるの誰か。人戻ってる？おーっと、びっくりしたー。見えんかったー。おー、お願いです。火の神様、どうかヤヤク様を極楽へと導いてあげてくだされ。ホムラの里の巫女、ヤヤク様のためなら、わしは足が使えなくなるまで、お百度参りをいたしましょうぞ。ちょ、待って、そんなことはどうでもいいんやけど。え、待って、鍵はね、鍵、鍵。旅の方よ、下流大臣に行かれるのか。ならば、奥の部屋にいる者は詳しいだろうから、話を聞いていかれよ。ハリム様、ヤヤク様の亡くなった今、もうここをお守りする意味もない。好きに出入りするがよい。はい、好きに出入りします。奥の部屋、これかな。誰もおらん？え、おらんやん。あ、カリュウ。あ、おる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 。うう、火の神よ。なぜあなた様はヤヤク様にこのような試練をお与えに。何試練って。やっぱ事情があるんやね。オイラたち、カリュウを退治しに広の家火山に行きたいんだ。山門の鍵を渡してくれないかな。ヤヤク様が亡くなった今、もうあなた方に頼むほかありません。これをお受け取りください。やっぱり普通に死んだんや、あれ。実は生きとるとかじゃないんやね。アイナは山門の鍵を手に入れた。これで日の根火山に行ける。さあ、早く行こう、アンちゃん。とどめを刺しに行くの。お待ちよ。何？カリウメを倒す前に、どうかこれをお読みになって、真実を知ってくださいまし。え、何？真実？ちょ、倒しづらくなるような真実じゃないよね。これは、どうやらヤヤク殿の指揮のようじゃな。時折無性に大声で叫びたくなる。己の罪を決して忘れぬよう、この指揮に真実を書き記しておこう。激闘の末、私とハリマは人食い狩りを退治した。ハリマの人たちがとどめとなったのだ。え？
ちゃんと倒せとったんや。しかも生きてるし、ハリマ。だがその刹那、カリーは断末魔のごとく黒い正気を吹き上げ、ハリマはそれを浴びてしまった。あ、それで死んだってこと？倒れたハリマを連れ、里に戻り、私は必死にあの子を看病したが。え？え？そういうこと？あの正気はカリューの呪いだったのだ。ハリマの姿はだんだんとカリューに近づき、とうとう里では隠しきれなくなった。あのカリューが、息子やったんや。里の者に知られたら殺されてしまう。私はハリマをカリューとの戦いで死んだことにし、火山に隠すことにした。あの人食いカリューが、ハリマ様だって？まだ続きがあるみたいね。最後まで読んでみましょう。でもそれ、まあ、そっか、家族やったら、生贄も差し出したくなるか。私はハリマを元の姿に戻す方法を死に物狂いで探した。そしてついに見つけ出したのだ。お、マジで？真実の姿を映すというヤタの鏡。これでハリマも元の姿に戻れるはず。しかし、いくらカリューを映しても鏡は反応せず、真の使い方がわかるその日まで、私は肌身離さず鏡を持っていることにした。勇者じゃないと使えんとかそういうことじゃない。だが時は待ってはくれぬ。ハリマが人の血肉を欲するようになり、里から生贄を出すしかなくなった。生贄を出すこと、悩み苦しんだが、どうしても私は可愛い息子、ハリマを見殺しにすることなどできんのだ。まあ、あれか、母親はみんな同じ気持ちということか。ヤタの鏡の使い方さえ分かれば、ハリマを救うことができる。ハリマを生かすためならば、この修羅の道、歩いてみせよう。たとえどんな罰を受けたとしても。母親というのは、子供のために自ら辛い道を選んでしまうものじゃ。ヤヤクとの葛藤し、苦しんだことじゃろう。そのヤタの鏡さえあれば、あるいは、ハリマ殿の呪いを解けたかもしれんの。だがしかし、ないん、それ。ヤタの鏡はヤヤク様と一緒にカリューに食べられたんだ。ハリマ様の呪いを解くことはもう、腹を裂くしかないやんね。すべてを投げ打ち、救おうとした自らの母親を繰り殺すなど、あれはもはやハリマ様ではありません。ただ自らの欲望を満たすため人を喰らい続ける悪霊でございます。どうかあのカリウムを退治してくだされ。アンちゃん、行こう。オイラ先に西空の参道にある山門の前で待ってるからな。なんかめちゃくちゃ退治しづら退治していいんすか。なるほど。お渡しした限り西空の山門を抜ければカリウのねぐらにたどり着けましょう。ご分をお祈りしております。ご分をお祈りされてもな。まあでも行くしかないよね。なるほどね。あれが、でもそれやったらやっぱり実は生きてましたとかそういうパターンなんじゃない？実は生きてましたで、ヤタの鏡やっけも手に入って、でそこからハリマ様を戻すことができて、で誰も不幸にはなりませんでした、ちゃんちゃんっていう終わりであることを私は期待しているんだけど、どうですかその辺。おばちゃん、あんたたち人食いカリューを追ってカリューのねぐらへ向かうそうだね。カリューのねぐらは西空に山道の山門を抜けて進んだ先の広の山の中にあるはずさ。くれぐれも気をつけていくんだよ。ほい、気をつけていきます。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いや、私は今回の話にもちゃんと救いがあることを信じとんやけど、どうかな、死んだんかな。